奥田駅は、かつて、富山県富山市大字奥田にあった日本国有鉄道富山港線の駅である。1935年1月末に完成した、富岩運河は、東、岩瀬港と富山駅北の船溜を水運によって連絡するものであったが、これに付随して、富山県は、船溜方面へ向こう引っ込め線を建設し、陸運による貨物輸送を可能にする計画を立てていた。この引っ込め線の経路は1933年3月に富山駅東側より北西方向に分岐し、富岩鉄道線と平面交差して船溜へ向かうものに決定して路盤整備が行われ、1935年には富岩運河上流東側に綾波紡績の工場が建設されることが決定したので、北陸本線より船溜を経由して、同工場へ向こう引っ込め線も合わせて建設が計画された。前者の富山駅東側より北西方向に分岐し、富岩鉄道線と平面交差して船溜へ向こう引っ込め線は富山県が担当し、後者は富山市が担当する形で1935年6月までに建設を行う予定であったが、富岩鉄道は一連の計画に対し、運河周辺が工場地帯となることで、同車線における貨物輸送需要が減少することに危機感を抱いて、これに反発し、富山県や富山市と対立した。富山県、富山市及び綾波紡績は、富岩鉄道に対しその建設する引っ込め線の経営を同社へ委任するという妥協的条件を示して、これに譲歩したが、富岩鉄道は応じず、綾波紡績の工場建設も1936年に至って中止となった。運河線開業を報ずる新聞1938年9月3日に行われた開通式しかし、1937年7月に入って、富岩運河上流西岸に日本ソーダ人権パルプの工場建設が開始すると、富山県と富山市は、富岩鉄道線との交差を要せざる経路に引っ込め線計画を変更し、名古屋鉄道局に対してその許可申請を行った。富岩鉄道においても1937年12月12日に富山電気鉄道社長であった佐伯宗義が同社社長に就任し、富山電気鉄道の傘下に入ると状況が一変し、佐伯は富山県及び富山市との共同出資で引っ込め線を建設し、免許は富山市名義とするが、運営は富岩鉄道が行うという方針を示したので、一連の引っ込め線建設問題は円満に解決することとなった。かくて1938年5月26日に、富山日総工場前間の鉄道敷設免許が富山市に下付され、直ちにその建設に着手。同年8月24日より営業を開始した。これにより、富岩鉄道は、東、岩瀬港及び、富岩運河の貨物輸送を一手に引き受けることとなった。草田区とは、東岩瀬港、富岩鉄道及び、富岩運河の連絡ルートの完成は、同地域の工業化過程における輸送面での産業基盤形成の第一段階完了であったと評価している。戦争が激化するにつれて、富岩鉄道線における貨物輸送需要はますます増大していったが、その需要はすでに富岩鉄道の限界を超えており、車線である関係上商船より運賃が高い点や商船との貨車連絡に手間を取る点等も沿線工場の不満の種となっていた。こうした同線の輸送能力の貧弱さによって1940年8月に、富山市議会は、富岩鉄道の政府買収とその複線化を求める、請願書を議決するなど、富岩鉄道線の政府買収を求める声が高まった。しかし、富山県一市街化を掲げて、富岩鉄道を富山電気鉄道の傘下に収めた佐伯宗義はこれに反対し、その輸送力増強の一環として、富山駅日総工場前駅間を1940年11月に、電化し、富岩鉄道線改良のために、公費50万円を投資し、中滑川駅岩瀬浜駅間の海岸線、建設計画を掲げるなどの対応に努め、1941年12月1日をもって、富岩鉄道線を買収して、富山電気鉄道富含線とした。しかし、戦時下の軍需によって、東岩瀬港はそれまでの工業港内七方港の立場から北海道、樺太、朝鮮及び満州からの物資が輸送される大中継港に姿を変え、同港に接続する富含線も、また国策輸送路の性格を強めていったので、結局1942年12月22日の閣議をもって、同線の政府買収が決定し、1943年6月1日より、国鉄富山港線となった。国鉄移管時に肥総工場前駅は、奥田駅に改称された。1959年11月2日に、富山駅当駅間の電気運転は休止され、1960年12月24日に再び非電化路線となった。昭和40年代に入るとモータリゼーションによって富山港線における輸送量は貨客ともに全時減少していった。また、オイルショックや産業構造の変化に伴い、富山市北部工業地帯の工場は業種転換や撤退を余儀なくされる事例が相次いだ。このような情勢や国鉄の貨物輸送合理化方針によって1984年2月1日に富山駅当駅間における貨物運輸営業は廃止され、当駅は廃駅となった。1975年9月6日撮影の当駅周辺航空写真1951年12月15日付、鉄道広報第732号通報、専用線一覧について別表によると、当駅接続の専用線は次の通りであった。1953年10月10日付、鉄道広報第1254号通報専用線、一覧別表掲載中、当駅接続の専用線は次の通りであった。1970年10月1日現在における、当駅接続の専用線は以下の通りであった。1983年4月1日現在における、当駅接続の専用線は以下の通りであった。富山駅、奥田駅間の線路の設備は廃止後に撤去され、船溜駅周辺の運河沿いの廃線跡は、富含運河寒水公園として整備されるなどして、休場を止めていない。ただし、当駅西側において操業中の工場内においては、わずかに線路が残存しているという。ありがとうございます。